軍事が大暴れ、移籍後初打点含むプロ初猛打賞。中日時代、結果出せずもどかしい日々、脱却、両手でマイクの爆笑初を立ち台。日本ハムの軍事が中日からの移籍後初打点となった2点的自打を含めプロ入り初の猛打賞の活躍で勝利に貢献。試合後にはプロ入り初となるヒーローインタビューで初々しい姿を見せた。まずは北海道のファンに、皆さんはじめまして、軍事と申します。エスコンはめちゃくちゃ気持ちよくて最高の環境だと思いますと挨拶した。敵地打についてはどさくさに紛れて打っただけ、直前に逆転打を放った浅間さんが素晴らしかったと振り返り、ドラゴンズ時代チャンスいただいても結果出せずもどかしい日々だった、今回チャンスいただいてまず結果が出たので出し続けたいとうなずいた。大当たり、宇佐美も売ってるしウィンウィンや。 DH だからってのもあるからな。マルティネス軍事、ほんま中日さんには頭上がらんで。宇佐美は打ちすぎて結局内外一番手になってしまってるが、結局保守必要になったわけじゃないやんという。中日に必要なのは石橋をフォローできる経験ある保守だからな、軍事はいらんねん。お前変わったな。ついでに二遊間くれや中日さん。そこはウィンウィンでええけど、山本と斎藤コーチのところがどう出るか。12打席で何がわかるんや。打つ方はなんとかしますって行き。軍事ファーストできる？加藤が攻守に制裁書いててあかんねん。うまくはないけどやってるよ。まあ宇佐美も軍事も2割5分くらいに収束するでしょ。どっちも打ってるしウィンウィンやん。お互い元チームに残っても出番なさそうだったし、こういうトレードはもっと増えてもええ。収束はするやろうけど双方にとってこんないいトレードないな。ご視聴ありがとうございました。野球の話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。